はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では、コンガのオープントーン。一番ナチュラルな音ですね。この音が叩けるように解説していきたいと思います。はい、前回腕の振り方、ストロークについて解説しました。簡単におさらいすると、腕がある程度ですね、力が抜けた状態で、肘の部分のあたりから軽く腕を持ち上げて、あとは自由落下ですね。力を抜いて腕を落とす。で、この腕の重さを利用して叩くというストロークでした。で、これをですね、コンガの打面でやりますと、まあ、このように、音は出せるわけです。今割と、意識してですね、綺麗なオープントーンが出るようにしたんですけれども、おそらく、初めてやる方の場合ですね。このように音が詰まってしまったり、こう余分な倍音が乗ってですね、ちょっと濁ったような音になってしまう。で、今回出したいオープントーンというのが、まあ、このようにですね、トゥン、トゥン、トゥンと、しっかりと余分な倍音が、まあ、極力乗ってない、チューニング C なら C の音がですね、一番はっきりと聞こえる、まあ、ある程度太さがある、しっかりとした音になります。このオープントーンがしっかりとした音で叩けないと、例えば何かリズムを叩いた時に、みたいな、ちょっとですね、なんか、ふにゃふにゃしたような、不安定な感じで、なってしまうんですけども、はっきりとオープントーンが叩けるようになりますと、こう、ビシッとですね、しっかりと安定したリズムを生み出すことができます。コンガはいろんな音色が出せるんですけれども、基本的にはこの腕の振り方、ストロークは、まあ、前回やったストロークでですね、すべて同じです。で、あとは、この手のどの部分がこの打面に当たるか、あと、どういう風に当たるかによって音色が変わります。なので、まずはオープントーン出すときですね。手のどの部分が当たっているかっていうのを見ていきましょう。はい、まずは自分の手のひらを見ていただいて、この指をですね、軽く折り曲げていきます。それとこう、まあ折り曲がってるところ、この手のひらのですね、大体、まあ上の部分に、まあシワができると思うんですよね。この折れ曲がったシワの部分が、このコンガの縁に当たるように置きます。このカクンとなってるところですね。このカクンとなってるところにちょうどこのシワができるところが乗ると。はい。上から見るとこんな感じです。こう折り曲げて手のシワになるところと、このコンガの縁が重なるように置いて、大体ですね、この、シワから先の、指先、面はすべて打面に触れています。で、叩いた時にですね、この親指がこの縁の部分に当たってしまうと痛いので、この親指はですね、少しだけこう外側に、反らせて浮かせてあげるようにします。手が大きい人はですね、この縁から外に、出してしまってもいいかもしれません。両手で置くとこんな感じです。ではこの状態から肘を少しだけ持ち上げてストロークしてみましょう。画面に当たる部分は、さっき折り曲げて、まあ、こう、シワができるところがありましたよね。で、このシワのできる位置からですね、指先まで、ここすべてが画面に当たっています。どこか一部分だけ当たっているのではなく、ここがですね、まあ、全体的に同時に当たっています。で、画面に当たるときにですね、
この部分が一つの面として同時に当たってほしいんですけれども、例えば、これがですね、こう、指が開いていたりすると、こう、バラバラバラと、指先が先に当たってしまってですね、ちょっと高い倍音が乗ってしまいますので、まあ、軽くでいいので、この指はですね、なるべく揃えて、まあ、ひとまとめにしてあげます。あと、この人間の手のひらっていうのはですね、こう、指に腱が通ってますので、何にも力を入れてないと、こう、内側にちょっと引っ張られて、こう、丸まった形なんですね。まあ、丸まった形でも叩けないことはないんですけれども、まあ、今回わかりやすくですね、こう、まとまった音を出すために、こう、ちょっと、意識して、指を少し伸ばして、平らにしてあげます。で、親指もですね、ちょっと、こう、内側に丸め込むのではなく、こう外側にクッと出してあげるような形を作ります。はい、手のひら。ダラーンとしてですね、こう何も力が入ってない状態から、指をですね、軽く揃えて整えてあげます。で、親指も少し外側に出して、この手のひらがですね、平らになるように少し整えてあげます。あんまりこう力いっぱいですね、グッと、やる必要はないので、もうほんと軽くでいいので、まあ大体この手のひらがまっすぐになるように整えてあげます。で、このままコンガの基本のポジションに手を置いて、肘を軽く上げて軽くストロークします。毎回基本のポジションに必ず戻ってくるという感覚です。はい、なんとなくできましたでしょうか。で、今ですね、叩いた後に、こう、打面に触れちゃっています。で、こう触れるとですね、せっかくこう、振動させてあげたのを、まあ、止めることになりますので、オープントーン出すために、今、叩いて、一回打面に当たったら、あとはですね、まあ、自然に跳ね返って浮かせた状態にします。わかりますかね？こう、一回当たって、跳ね返って、このまま浮かせた状態にします。例の手のひらの、この、シワの部分は、この、ヘリについたままで、完全に脱力してるとですね、こう、指先が画面に落ちてしまいますので、まあ、少し手のひらをまっすぐに整えてあげて、こう、叩いた後、画面に触れないように調整してあげます。はい、何回か叩いてみましょう。まずは右手から。叩いているときですね、できれば自分の横に鏡かスマホのカメラかを置いて、自分のフォームを確認するようにしてみてください。その方が上達が早いです。で、こう、ダメをヒットした後、このように手首が落ちてしまっていないか確認するようにしてください。前も言ったんですけど、こう、手首が落ちてしまうと、ここにすごい負荷がかかってしまって、まあ、ここ、手首を故障する原因になりますので、ヒットした後も、叩く前と同じポジション。肘から先、手のひら、および打面がですね、まあ、およそ一直線になるように。で、こう、トラディショナルのスタイルで打面を傾けている人は、まあ、若干斜めになるんですけど、この、ラインが一直線になる。
ように、まあ、気にしながらやってみてください。はい、では同様に左手もやっていきましょう。こうだらーんと力を抜いた状態から、指を軽く揃える。で、親指を少し外側にクッと出して、手のひら全体がだいたいまっすぐになるように整えてあげる。で、こう折り曲げて、シワになる部分をコンガの縁に重なるように、基本のポジションに置いたら、まあ、このまま肘を軽く上げてストローク。で、打面にヒットしたら、跳ね返った瞬間に少し指先を整えて、まあ、もう一回ですね、この打面に触れないように、この振動を止めないようにしてあげる。はい。では、右手、左手、どちらも大体叩けるようになりましたら、いよいよ、両手で構えて、両手で叩いていきます。で、こう、右左と叩いていくんですけども、こう、叩いていない方の手ですね。反対の手がこう、ダメに触れちゃっていると、こう、ならなくなってしまいますので、基本のポジション、両方の手を置いたら、少し指先をこう、浮かせた状態にしてあげます。で、この、ここの部分だけは、コンガの縁に、設置している状態で、打面からはですね、浮かせてあげます。で、これをまた基本のポジションとして、右、左、右、左と、交互にオープントーンを叩いていきます。はい。では最後にストロークの振り幅を調整して、音の大小、ダイナミクスをつける練習をしてみましょう。前回も言いましたが、ストロークするときですね、ある種こう、腕がムチのようにしなる状態で、打面にエネルギーを伝えてあげたいです。で、今こう、楽な高さでストロークしてるんですけれども、これを大きく振りたいとなったときは、まず、意識的にはですね、肘をぐっと高く上げるようにすると、もう自然とこの腕全体が、持ち上がります。で、最後にこの手のひらが落ちてきますので、これでストローク。で、こう大きく振って、大きくストロークしているところから、だんだんこの、肘の上げ幅を小さくしていって、小さくストローク。で、さらに小さくなったらですね、もう肘から先を動かして、小さく叩いていきます。はい、いかがでしたでしょうか。コンガのオープントーンの解説でした。実はですね、コンガのこの叩き分ける音色の中で、オープントーンが一番難しいです。だからですね、できなくても安心してください。みんなできません。
じっくりじっくりですね、練習していって、だんだん自分の満足する音、狙えるようにしていってください。多分ですね、初めての方だと、叩けるようになって、ちゃんとこう狙ってオープントーンが出せるっていうまでですね、3ヶ月ぐらいは、かかると思ってください。ただ今回の動画は本当に要点だけをまとめたので、この動画時々見返していただいて、こう確認しながら練習していただければですね、その3ヶ月もどんどん短縮できると思いますので、ぜひやってみてください。もうどうにもこうにもですね、オープントーンが出せないという場合には、コメントください。何か解決策をご提案します。ありがちな例で言うと、やっぱりこの指先が、最初に当たってしまって、こう高い倍音が出てしまう。あるいはこの指先のですね、どこかがこう触れて、詰まった音になってしまうっていうのが、まあよくある失敗例なので、まあ、適度にですね、こう指を揃えて、こう面で、打面を叩けるように練習してみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。